戦まで持ち越されたシリーズチャンピオン争い、一騎打ちとなった最終戦を両陣営はどう迎えるのか。今年になってめっきり頭角を現した RERB や末永雅雄、開幕戦でベスト8まで残り見事シードにランクイン。第2戦お台場では兄直人との東大対決が実現。マークスのなりかけでしっかりと勝ち上がり、着実にポイントを積み重ね、第3戦須郷で待望のニューマシンがデビュー。末永のリクエストを全て叶えた2号機で上々の滑り出しを見せる。末永の地元九州での開催となった第4戦オートポリス、高速コースでマシンの性能をフルに発揮し見事3位入賞、ランキング2位につける。聖地エルスでの第5戦、勢いに乗って一筋縄ではいかない相手を次々と撃破、ただ一人独走する風間になんとか食らいつく。風間のシリーズチャンピオンがかかった第6戦富士、ベスト16で早くも姿を消したライバルを尻目に完璧な走りで見事優勝。風間の背中を完全に捉えた末永さん初優勝。末永の地元甲子園、多忙の最中、自ら主催する小さな壮行会でリラックスした末永に最終戦への意気込みと今シーズン躍進の秘密を聞いた。今までは自分に余裕がなかったっていうのと、そのワークスっていうプレッシャーに、負けないようにするために、そうですね、自分の中でやっぱりイメージしてベストな走りをするように心がけてたんですけど、見せてなんぼ、審査員に審査してもらう競技という、ところに、自分で考えを変えて、何をすればギャラリーが湧いてくれるのか、審査員が喜んでくれるのか、そこに考えを置いて走るようにしてますね。やっぱりプレッシャーというか、壊したら怒られるとか、結果が出なかったら怒られるとかって、そういうことばっかり思って運転してたんですけど、車を守って負けるぐらいならぶつけてでもいいから思いっきりいいけど、そういう教えをですね1年間していただいて、こっちが考える部分がだいぶ軽減されたのがメンタル的な余裕につながってるんじゃないかなと思いますね。僕がドリフトを始めた頃に、ずっとビデオとか見てて憧れてて、いつもビデオで研究はしてたんですけど、ここまで来た以上はやっぱりその憧れの人と戦えるってことはすごいことだと思うんで、全力でぶつかりたいですよね、はい、そうですね。走り方に関してはまあちょっとまだどうしようかなっていうのはありますけど、まあ、いかにギャラリーが湧くか、で雨宮らしさを出したいなっていうのはあるんですけど、まあ、今からもっと筑波のビデオを見て研究しようかななんて思ってます、はい。筑波へのイメージトレーニングに抜かりはない。そしてダンロップ、この日地元の仲間や先輩が激励会を開いてくれる。じゃあ最終戦の筑波へ向けて、よろしくお願いします。乾杯。まあ、最近はもう雨宮の車群馬尻になったからね、大丈夫だと思うよ。今シーズンチャンピオン取れますかね。大丈夫じゃないかな。まあ、最近風間もね技いっぱい持ってるしね、末永さんもいっぱいね頑張ってるんだろうけどね、ちょっともうねちょっとね相手がね、相手が悪すぎる。今シーズンは風間でしょ。お前何言ってんのよ、お前耳やよ、お前耳や、分かってるよお前な。すいませんでしょ。すいません、すいません。まさかお前、これ風間に負けんなよお前。負けたらお前正気せんぞ。東京下町にある名門チーム RE 雨宮、躍進する今シーズンのチーム状態を監督である天さんに聞いてみた。まあ全部青木のメカニックと末永で2人でコミュニケーションしてねやるって言ってますから、まあかなり良くなってますよね。天さんから特別アドバイスしたりとかっていうのはなかった？何もないですね、まあ、とりあえず自由にうまく2人でやると、好きなようにやると。それはチャンピオン欲しいですけどね。とりあえずまあ一生できたもんでね、アピールできればいいんじゃないですか。末永のプロミに合わせて作られた RE 雨宮 FD3S2号機、レーシングチームとして長年蓄積したノウハウ、そこから生まれた RE 雨宮のフルエアローをまとった流れるようなラインのボディ。
エンジンはサイドポート加工を施し、タービンを1号機から1サイズ大きくし、およそ50馬力アップの475馬力を発生。シンプルにまとめられた内装、ミッションはピューランドの5速ドグミッションに換装。サスペンションは DG5、 サクルワークスのナックルアーム仕様で大幅な計画アップを実現。1号機でどうしてももう運転とか、では補えない部分っていうのが出てきたんで、こっちの2号機を、作ってったっていう感じで、それは走りでもやっぱ浅い角度でのドリフトはできるんですけど、そこから角度がつくと急激にスピン状態に入っちゃってるんで、それをこうマイルドにするために前に重心を持ってきて後ろ軽くして、こう角度がついても耐えられる車っていう形でちょっとやってみたんですけど、今はもうある程度セットが決まってきてるんで、今日何があっても大丈夫ですみたいな感じで、基本的にはファイナル合わせるくらいと、あとこれ CK シャルミッションに見えるんですけど、 H パターンの5速なんで、ちょっとギアがたまに入りづらいっていうんで、そこを調整してあげようかなっていう形ですよね。でセナが1回も勝ったことないんですよ、風間さんに。だからできればとりあえず当たってそこで決着をつけたいなっていうのはありますね。終盤で大事な争いから脱落した去年の悔しさをバネ、開幕戦から前回の帝王キス風間、最高のスタートを切った。続く第2戦お台場でも勢いは止まらない。最後は自らのミスに泣いたものの3位につけ、ポイントレースで頭一つ飛び出した。シリーズ初の本コースでの開催となった須郷では、ミスのない走りで他を圧倒、今季2勝目を挙げ、シリーズ序盤で早くもぶっちぎりの状態となった。七林幸優勝。好調キープに臨んだ第4戦オートポリス、思わぬ不平にあいベスト8で敗退するものの、きっちり12ポイントを獲得し独走態勢を固めた。2位に20ポイントの差をつけて臨んだ第5戦エビス、相手のミスに助けられながらもしっかり勝ち進み、前人未到のシリーズ3勝目を挙げる。最終戦を待たずにチャンピオンに王手をかけた。万全の体勢で臨んだはずの第6戦富士で思わぬ落とし穴、わずか1ポイントしか獲得できず、2位末永に7ポイント差まで詰め寄られる。決着は最終戦へもつれ込んだ。筑波でのタイトル獲得に向け、地元長野でマシンをメンテナンスする風間。トップ選手では今や少数派となったが、マシンには自ら手を入れている。1年間コツコツ熟成させてきた KOFIS S1 号、ボディはネココーポレーションで製作、重量は1号機とほぼ変わらないものの、大幅な剛性アップを果たしている。エンジンは風間の走りに合わせた中低速でのトルクを重視したセッティングになっている。メーターは視認性の良いスタッフ、ミッションはこのマシンからオレンジャーへと変更されている。タイヤハウスの加工と風間専用にセッティングされた DG5、そのメカニカルトラブルだったり、その車に不安がなくなったっていうのが、やっぱドライビングにも安心してできるっていう体制になったりしたのが、やっぱその今年に入って去年と変わったとこかなっていうのはありましたね。去年の後半うまくいかなかったり、その流れが変わってしまった、リズムが崩れちゃったっていうのが原因で、でとりあえず今年は絶対壊れないエンジンっていうの、それからあとそのトラブルを未然に防ぐきちっとしたメンテナンスっていうのをやっぱ心がけて、それが結果として必ずつながってきて、毎回デソ16に残ってポイントを圏内にきちっと入れたっていうのがやっぱウエイト的には大きかったところじゃないですかね。はっきり言って去年までは正直言って眼中にはなかったんですけど、今年になってからその車とドライバーのこうリンクがもっとできている、乗れるって言い方なんでしょうけどね、乗れるようになってきてるんじゃないですかね。やっつけ話は多いんですけど、性格なんだろうね、あれね。ここ一番っていう時にちゃんとやらないととか、いい絵に しないとって思うと、ここまでで十分なはずなのに、その先までやっちゃうんだろうね。だから何か一つ無駄が多いとかね、余計なことが多い。
あのね、よくおっちょこちょいだって言われるんだけど、おっちょこちょいじゃないんだよね。やりすぎなんだよね、いつもね。まあ、去年の最終戦、一回この車走ってますから。まあ、その時より少しエンジンパワーも上がって、足回りも変わってるんですけど、つくばの S 字の、こう、振って走っていくスピードが、全然今までの車と比べ物にならないし、今度逆に自分が、やばい、目がついていかないぐらい速いんですよ。じゃあ、それを目ついていくように、俺が乗れるようにさえなれば、みんなより、マージンが少し取った状態で走れるっていう手応えはもうそこからあったんで、練習できっちりやって、で本番の1本目でもがっちりやって、で当たったやつともがっちり勝負してバッチリやっつけて次行けばいいんじゃないのっていうのはいつもと変わらないです。だから戦略もクソも何もない、いつもと一緒、いつものできてることを同じようにやっていけばいいんじゃないですか。でもやっぱ最終的にはその無難に勝つじゃなくて、俺的にはもう真っ向勝負で、誰が相手だろうがもうピシャンピシャンにやっつけて勝ちたいなっていうのはありますけどね。まあ風間が安心して乗れることが一番だと思うんで、そういうところからね、あの常にコミュニケーションを取って、あの乗ってもらうようにはしてますけどね。若くて勢いがあるからね、怖い存在は怖い存在ですよね。そういう若い奴らに負けないようにね、俺たちもあのさらにパワーアップして、ね、やっていこうとは思ってますけどね。まあ最終戦であのシリーズ決まるんで、まあここ1戦2戦であのちょっとミッションが調子悪くなってきたっていう話なんで、オーバーホールに出して完璧な状態にはしました。でそうですね、うちは最小限でやってるから、まあ正直言っちゃうとね、スペアパーツもないような状態だから、逆に言えばね、絶対壊れないようにしてきてるっていう自信はあるんで、通常メンテをすればもう何も問題はなくいけると思いますけどね。去年のシリーズチャンピオンの、ミキさんに続き、今年は僕がチャンピオンをいただいて、もうベテランの時代は終わりましたよというのを、見せつけたいと思いますんで、待っててください。バカ言ってんじゃねえよ、マサオてめえ。おめえそんなこと言ってんだ、10年早っつった。まあ、今の瀬永の勢いと、このバッチリ決まった車で優勝を、まあ、いただきたいと思います。若えもんにはまだまだ若えよ。優勝はいただきだ。風間選手とガチンコして、まあ、それでね、シリーズチャンピオンが取れたら嬉しいと思いますけど、まあ、頑張ってください。日本チームのバックアップを受け、若さと勢いのある末永が逆転するのか。ドリフト歴17年の経験とテクニックで、風間が悲願のシリーズチャンプをもぎ取るのか。シリーズのポイントレースは、筑波で完結。